えー、メガなしで、えー、二つばかしちょっとね、えー、拾いたいなというのがありました。えー、一つ目が、財布トークンです。はい。えー、財布トークンって、あのー、まあ、どうでしょうかというようなご質問をいただいてたんですけども、皆さん、財布トークンってわかりますかねあの、まあ、日本の取引所の財布が発行している取引所トークンといえば、取引所トークンなんですけども、あのー、なぜかちょっとちらほらとですね、まあ、人気というか、あのー、まあ、興味がある方が多いんですね。で、じゃあ、財布トークンを、えー、ちょっと普通に見ていただければわかるんですけども、 あのー、これ。 多分ね、これがソースとして公開されてたので、これですね。今、あの、財布トークンっていうのが、あの、まあ、昨年時点でのものなんですけど、まあ、あんまり価格変わらないんで、これぐらいだと思うんですけど、発行されてるものが10億未満なんですね。で、過去最高値が今より10倍の価格になりますので、一応80億円相当がパーンとね、出されてるんですけども、その、言っても財布の、あのー、経営とか、まあ、いわゆる株券みたいな形では全くないので、ただ単に財布が発行しただけです。みたいな形になってるんですね。で、えー、これが取引所トークンと何が違うのか。 かとといいうう取引所トーークンってててその,色々いあの価格が上が上るるるよよよに仕込まれれんんですよでですすロードマップも全部開示されてるんですよただ、財布トークンに関しては、あくまで、えー、発行したものですよという形で、財布のビジネスモデルとはちょっとね、全然別のところに、えー、位置関係としては存在するトークンになっていて、まあ、いわゆるこれ何のために存在するんですかみたいな状況になっています。なので、まあまあ、その将来的これも財布を信じるかどうかですね。財布の経営者層が、あの、財布トークン持ってる人たちに対して、えー、最終的には、なんか配当出したいとか何か。 そういうねあのメリットを返すようなえものを期待するのであれば発行枚数的にも時価総額的にも十分低いのでえ価値はあると思うんですけども今のところ日本の法律とかも鑑みるとですねちょっと難しいんじゃないかなという気持ちはしますはいまあ、ちょっとねネタ的なトークンかなと思いますで